皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。今日はプロテインを飲むなら水割りと牛乳割りどっちがいいのという疑問についてメリットとデメリットをそれぞれご紹介しながらお話ししていきたいなと思います。ビーレジェンドプロテインのパッケージの裏面を見るとお水か牛乳で割って飲んでくださいというふうに書いてあります。初めて見た方は、どっちで飲んだらいいんだろうとかどっちで飲むのがいいのっていうふうにちょっと疑問が生まれる方もいらっしゃるかなと思いましたので、今回はお水で割ることのメリットとデメリット、そして牛乳で割ることのメリットとデメリット、それぞれの観点からお話ししたいと思います。水割りで飲む場合のメリットとデメリットをお話しします。で、水で飲むメリットは、大きく分けて3つあるかなというふうに考えていまして、まず1つがお水で飲むと、吸収速度が速いっていうのが一番の理由として挙げられるのではないかなと考えています。広く飲まれているホエイプロテインはタンパク質をパウダー状にしたもので、吸収速度が速いっていうのが持ち味のサプリメントになりますので、お水で割っていただくことでそのプロテイン本来の持ついい特徴を最大限に生かすことができるのではないかなと思います。そんなところを生かしてトレーニング後の、ゴールデンタイムと呼ばれるタイミングではいかにスピーディーに栄養を体に行き届かせるかっていうのが重要になってきますので、スピードを求めるようなタイミングではお水割りで飲んでいただくのがおすすめです。お水で飲むメリットの2つ目がお水はカロリーゼロっていうところがメリットではないかなと思っています。減量中だったりダイエット中の方だったらなるべくその余計な摂取エネルギーを抑えたいっていうところにシビアになられてるかなと思いますので、プロテインは1日に何回も飲むものなので、その都度の摂取エネルギーをいかに抑えるかっていうのがポイントになってくるっていう方もいらっしゃるかなと思います。お水はカロリーがほとんどないのでプロテインのカロリーだけで済むっていうところがお水で割るメリットの2つ目ではないかなと思います。メリットの3つ目がお水は何よりも手軽であるっていうところが最大の魅力かなと考えています。どこでも手に入りますし、たとえコンビニや自動販売機で買ったとしてもそこまでコストがかからない。ジムで飲まれる方だったらだいたい冷水機とか設置されてることもあると思うので、水を手に入れることができればコストをかけずにプロテインを飲むことができるっていうのもお水で飲むメリットではないかなというふうに考えています。そしてお水で飲むことのデメリットは2つあるんじゃないかなと思っていて、まず1つ目にお水で飲むことでプラスアルファの栄養素は取ることができないっていうのがデメリットかなと考えています。吸収速度だったり余計なカロリーを取らないっていうところも、それを裏返すとプロテインに含まれている栄養素しか取ることができないっていうのもデメリットかなというふうにも取ることができるので、お水で割ってもプラスアルファで栄養素を取ることができないっていうのは、デメリットの一つとして挙げさせていただきました。デメリットの2つ目、お水で飲むと、味が変わらない。やっぱりお水無味無臭なのでプロテインの製品そのものの味になります。もちろんビーレジェンドプロテインはお水で飲んでも美味しいっていうところを追求している商品ではあるんですけれども、プロテインを飲み始めた方だったりとかあんまり慣れていないっていう方はどうしてもそのプロテインのホエイの癖があったりっていうのが気になってしまう方もいらっしゃるので、そういった方はちょっとお水だと飲みづらいかなって感じられる方もいらっしゃいます。なのでお水で割っても製品そのものの味になってしまうっていうところがデメリットと言えるのではないかなと思ったので挙げさせていただきました。牛乳で割ることのメリットとデメリットを今度お話ししたいと思います。牛乳で割るメリット大きく分けて3つ挙げてみたんですが、まず1つ目が吸収速度が緩やかになる。パッと聞いた感じデメリットなんじゃないのかなって感じられるかもしれないんですけれども、あえて吸収を緩やかにした方がいいっていうタイミングもあったりして、小腹が空いたタイミングとかおやつとか間食のタイミングで取るのであれば吸収が緩やかになる牛乳で割っていただくのもおすすめですし、寝ている間の血中のアミノ酸濃度を維持することができるかっていうのが鍵になってくるので、そういったタイミングでは牛乳で割って飲んでいただくのもおすすめの方法です。なんで牛乳で割ると消化吸収が緩やかになるのかと言いますと、牛乳に含まれている脂肪分だったりとかタンパク質のカゼインっていう成分が吸収を緩やかにする働きがあります。その働きのおかげでちょっと消化に時間がかかって栄養が吸収されるのにお水で割るよりも
ちょっと時間がかかるっていう特徴があります。うまく活用すればメリットとして使うことができるので、メリットの一つとして挙げてみました。牛乳で割るメリット、2つ目、プラスアルファの栄養素を補えるところをメリットの2つ目に挙げました。牛乳というのは純完全栄養食品っていう風に言われてるぐらい、いろんな栄養素が豊富に含まれている食品になります。牛乳にはですね、3大栄養素、炭水化物と脂質とタンパク質、こういったものもしっかり含んでおりますし、骨の材料となるカルシウムだったりビタミン B 群も豊富に含んでいるのが牛乳のいいところです。栄養バランスに優れた牛乳でプロテインを割ることで、牛乳の持つ栄養素もプラスアルファで補うことができるので、最大のメリットかなと私自身は思っていますので、メリットの2つ目に挙げてみました。プラスアルファの栄養素とかカルシウムをしっかり取りたい成長期のお子様なんかは、プロテインを飲むタイミングがあれば牛乳で割って飲んでいただくのがおすすめです。牛乳で割るメリットの3つ目、牛乳で割ると味がまろやかになるというのをメリットに挙げました。例えばビーレジェンドだとベリベリベリー風味とか情熱のパッションフルーツ風味とか酸味系のフレーバーが人気なんですけれども、もちろんお水で飲むとそれがさっぱりして非常に美味しいんですが、逆に牛乳で割ってみると酸味を生かして飲むヨーグルト風に変化します。なのでちょっと味の変化をつけられたりだとか、甘いフレーバーでももちろん牛乳は相性がぴったりですので、ホイプロテインと相性のいい牛乳と割っていただくことで味がまろやかになったりだとか、ちょっと味に変化をつけられるっていうのもメリットなのじゃないかなと思いましたので、今回3つ目に挙げさせていただきました。牛乳で割ることのデメリットももちろんありまして、メリットの1つ目でお話しした吸収速度が緩やかになる点、これも裏を返せばデメリットかなと感じていまして、トレーニング後のゴールデンタイムで飲むプロテインはいかにこうスピーディーに栄養を補給するかっていうところがポイントになってきます。速さを求めるタイミングで牛乳で割ってしまうと、プロテインの持つ消化吸収スピードっていうのを最大限活かすことができないので、トレーニング後のプロテインは牛乳割りはおすすめしていません。牛乳で割ることのデメリット2つ目、摂取カロリーが増えるっていうところをデメリットで挙げました。牛乳は栄養がたくさん含まれているっていうお話もしたんですが、その分カロリーもしっかりありまして、例えば牛乳コップ1杯の 200ml でだいたい 138kcal ぐらいあります。プロテインだけ単体でお水で割って飲むよりもその分のカロリーがプラスになるっていうところから、例えば減量中の方やダイエット中の方とその分のカロリーを抑える必要があるかなというふうに考えますので、そういった方には牛乳割りで飲むことはお勧めしません。プラスアルファで栄養が取れるという反面、カロリーもプラスになるので今回2つ目に入れました。これ以外にもいろいろな飲み方されてる方いらっしゃると思うんですが、豆乳割りだったりとか、アーモンドミルクで割るのってどうですかっていうご質問が結構いただきました。アーモンドミルクにもやっぱりいろいろな栄養成分が含まれますので、お水割りよりは吸収速度は少し落ちますけども、牛乳とか豆乳に比べて低脂質なので、アーモンドミルクで割っていただくのも非常におすすめの飲み方です。あとおすすめなのが 100% 果汁の果物のジュース割っていただくと、果物の糖質も一緒に摂取できますし、クエン酸だったりビタミンだったりも一緒に摂ることができるので、 100% 果汁で割っていただくのもおすすめの一つです。あとはブラックのコーヒーで甘いフレーバーのプロテインを割ってみるなんて飲み方もおすすめなので、ぜひ試してみてください。では本日はプロテインを飲むならお水割りと牛乳割りどっちがいいのっていう疑問に対してお話しさせていただきました。一概にどっちがいいっていうのはなくて、どちらもメリットとデメリットがあって、お水割りでも牛乳割りでもどちらともそれぞれの持つ良さがありますので、良さを生かしてプロテインを飲んでいただけたらなというふうに思っています。この動画が少しでも参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。